伝統と革新が交差する東京交差点ワンモーメント。東京にはさまざまな伝統と革新が息づいている。ポップスピアニストハラミちゃん、街角のストリートピアノを巡り、満面の笑みでピアノを奏で、街行く人々を魅了してきた。日本一親しみやすいピアニストになりたいと思っているので、なんかピアノってこんなに堅苦しいんじゃなくて楽しいんだって思っていただけるような、なんかそういうきっかけになれたらいいなって思っているので、野生のピアニストとしてなんかいろんなところにやっぱ弾きに行くっていうのは大事にしてます。ポップスピアニストハラミちゃんのワンモーメント。一言で言うと一期一会な部分かなと思っていて、決まった場所で弾くのではなくて、土地土地の風とか空気とか、屋外だったり屋内だったり、本当にその瞬間にすれ違ったその方たちに音楽を届けるっていうのは、なんか一種の儚さというか、でもやっぱりこうつながりだったり、そういうやっぱ一期一会って部分にすごく私は惹かれてます。音楽大学を卒業後、一度はピアニストの夢を諦め IT 企業に就職したが、働きすぎで体調を崩し休職。自宅から外に出られない日々が続いた。世間にすごく置いてかれている感覚があったので、やっぱり SNS とかニュースとか、なんか見れる心境ではなくて、ひたすらずっと休んでいたいっていう感覚でした。はい。そんなハラミちゃんの人生を変えた大切な場所がある。新宿都庁にある展望室の思い出ピアノです。仲良かった会社の先輩から、なんかストリートピアノっていうものがなんか街中にあるみたいだから、なんか気分転換にそろそろ外でも出てみようよって言ってくださって、でも実際こうピアノの椅子にふっと座って全然前世を弾かせていただいて、なんかアドレナリンがバーって奥底から出てきていて、小学生の時も友達のリクエストとかに応えてディズニーさんの曲とかを弾いていて、友達がいっぱいできたなっていうのを思い出したりとかして、これ私本当に幸せかもしれないって、なんか一回ピアノ諦めたけど、なんかやっぱりピアノだったんだって、なんかすごい自分の中で腑に落ちたというか、そういう瞬間でした。現在ハラミちゃん47都道府県ピアノツアーを開催中。忙しく全国を回りながらも、弾きたいと思った時は近くのストリートピアノに出かけるという。自分の本当に始まりの場所でもあり、一番やっぱり元気ない時にストリートピアノ行くと本当に元気もらえるので、笑顔のままで継続するっていうのが、結果的に多分大きな文化になっていくって信じているので、今はひたすら目の前の笑顔になれることをやっていきたいなって感じています。ハラミちゃんは今日も笑顔でピアノを奏でる。この番組は一人一人と生きる街東京都の提供でお送りしました。